い、市長さんどうもありがとうございました。ではここで、マスコミ、メディアの方々から質疑をお受けしたいと思いますが、会場のレイアウトの制約からどうしても予定候補者が皆様から壇上の上へというふうに対応になるかと思いますけれども、あらかじめお詫びを申し上げたいと思います。よろしくご了承、ご了承をお願い申し上げます。また会場の皆様にお願い申し上げます。マスコミの皆様との質疑の後、尾長予定候補者は皆様にぜひご挨拶を申し上げたいとのことでございますので、この後頑張ろう参照までそのままご着席をお願いいたしたいと思います。では質疑応答を始めさせていただきます。挙手をして社名を述べて、質問をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。市長、朝日新聞の山岸と申します。よろしくお願いいたします。辺野古の問題に関して2点お伺いしたいと思います。今しがた辺野古の基地建設には反対をするということを明確におっしゃいましたけれども、その具体的な方法に関してお伺いしたいと思います。建設を止める上で知事が最大の権限を持っておりましたのは埋め立ての承認でしたけれども、これは中山知事が承認をされました。市長が当選をされた場合にですね、この辺野古の埋め立ての承認あるいは承認の撤回もしくは取り消し、こういったものをお考えになることはあるか、あるいは検討されることはあるのか。そしてまた2点目としまして、今後沖縄防衛局がですね、辺野古のその工法工事の進め方に変更があった場合に県への変更申請を複数回行う可能性がございます。こういった、まあ、仮定の話ではありますけれども、こういった今後県が関わるさまざまな行政手続きにおいて、市長が当選された場合に、こういった手続きを通じて工事を止めていくお考えがあるのか、この2点をお願いいたします。びっくりした。それでは順次お答えしたいと思います。なんか抜けたことがありましたら指摘してくださいね。まあ新辺野古基地絶対反対と、その止める方法はどういうことかというようなことで一問目あったと思います。まあ残念ながら中山知事が、公約を破棄いたしまして、ある意味では埋め立てを承認をし新しい新基地を認めるということになっているわけでありますけれども、今回の県知事選挙はその意味ではまずはこの中山さんの承認に対する県民のですね、意思をはっきりと示すことだというふうに思っております。公約を守らなかった、そしてこの埋め立ての承認もですね、その意味では県民の理解を得て、あるいはまた承認を得てというようなことじゃありませんので、まずこの今回の知事選挙の争点となってですね、この中山知事の埋め立て承認について県民の意思をはっきりさせる中から、その方法をですね、具体的にやっていきたいと思っております。それに続いてその承認の取り消し撤回がをどのように考えているかということであります。私の往路沖縄、保守革新を乗り越えて県民が一つにならなければですね、これはとても日本政府アメリカ政府相手ですね、沖縄県が戦うことは難しい。やはり、権力が絶大でありますから、さじ加減でですね、沖縄県民が考え方によって右左に分かれたら、これはとても戦いになりません。ですからイデオロギーよりもアイデンティティということで、今日壇上におられる方は皆さん方からするとよくこういう方々が一緒に座られたなというふうに思っておられると思います。これはそれぞれの政党会派団体がですね、本当にその意味では崇高な使命感と価値観を持ちつつも 0.6% の 0.6% の面積に 74% の基地はいらないと、こういうことでですね、大同団結を腹八分腹六分でやったわけであります。その意味でその元手になったのが昨年の 1.28 案、憲白書、普天間の県外移設、そして県内移設反対、オスプレイの配布の撤回ということで、この私たちの大枠がこれに結集されて、まとまったわけであります。その後中山さんが、承認をいたしました。
これについてどのように対応していくかということでありますけれども、県民はおそらく取り消しも撤回もですね、ぜひやっていただきたいというふうにですね、でまずはこの知事選挙に勝って承認そのものをですね、私たち県民の力で取り消して、そしてご相談をする中からですね、取り消し撤回のですね、あり方をみんなで力を合わせてやれるように頑張っていきたいと思います。それから広報の、県に対してもですね、許認可がこれから出てくるだろうという話もございました。今日は稲嶺名護市長もおいでになりますけれども、やっぱり市の権限、県の権限がございます。私たちからするとアナウンスの方法等もですね、私からすると納得はできておりません。ただ残念ながら沖縄県が承認をしておりますから、これからどういう形でそういう申請書が出てくるか分かりませんけれども、稲嶺市長とですね、同じ考え方の中でこういった問題にも対処していきたいと、このように思っております。日経新聞の星と申します。よろしくお願いします。2つお伺いさせてください。1つは日本とアメリカの間の安全保障条約、これについてですね、小野川氏は必要であると思っていらっしゃるのかどうか、それから2点目は必要でないということであれば構わないんですけども、もし必要であるということであれば、日米安保条約に基づく米軍の基地というものが沖縄にあるべきかどうか、程度問題はともかくとしてですね、その2点をお考え教えていただけますか。私後の最後の方でご挨拶もあるようでありますから、私の生い立ち含めですね、ちょっとご紹介もしたいなと思ってはいるんですが、今の質問から言いますと、私は自由民主党の県連の幹事長もしましたし、4年前の知事選挙の中山さんの仙台本部長もしたんですね。県外施設はあの時一緒になって絶対やろうなという約束であったんですよ。それを私にも相談しないで、破棄をしてしまいましたから、私からすると大変残念であります。しかしながら、この日米安全保障条約、これは日米同盟というのもですね、私は保守の立場として理解をいたしております。これはまたしっかりとですね、やっていかなきゃならないと思っておりますが、この米軍基地をですね、私が日米安保を容認するからといって 0.6% の面積にですね 74% も置くというのはね、これとんでもないことだと私は思ってですね、日本の安全保障は日本国民で考えるべきであって、全体で考えるべきであって、たった 0.6% に 74% を置いてですね、なおかつ新基地建設ということで160ヘクタール、あの美しい大浦湾をですね、埋め立てて、そこに基地を作っていく。私はこういう理不尽なやり方ではですね、この米軍基地というものは沖縄に安定的には置けない。いわゆる何かことがあるとですね、むしろ日米同盟、日米安保体制がですね、私は破綻をしていくだろうと、砂上の楼閣に置かれている米軍基地だというふうに思っております。この理由は最後の方でまた申し上げますけれども、とりあえず米軍基地はですね、置くべきかということにつきましては、今私たちのここにいるメンバーをですね、数撃付け継いでやろうとしているのは普天間県外施設、新基地建設反対、オスプレイ配備撤回ということで、これ何が何でもやってくれます。はい、次。琉球新報の稲福と申します。先ほどの説明の中でですね、この埋め立て承認撤回の件なんですけれども、勝った中でですね、その後皆さんで考えたいというふうにおっしゃっていたんですが、小野田さん、自民党時代は辺野古を推進したこともあったと思います。その中でですね、作らせないという実行力を求められていると思うんですが、もう少し具体的にどのように作らせないのかという考えをお聞かせ願いますか。よく、私は保守の政治家でありますから、4年前は知事選挙の選対本部長もしたという意味でですね、それまでずっとそういった意味での保守の考え方を踏襲をしてきました。18年前のあの稲嶺知事の時にはですね、大変に苦労を重ねた政策として、15年問題、
いわゆる辺野古から2キロぐらい沖合に出して、そして作った後は15年間で返してもらう。そして民間空港としてですね、名護北部にですね、経済振興のですね、大きな足跡を作ろうということで、いわゆる米軍基地が必要であっても、私たちは時代の流れに沿ってですね、あのような形で沖縄がアメリカ政府、日本政府に突きつけるような一歩前進、日本前進というですね、このことは続けてきたわけであります。ところが特注で頓挫をいたしましてですね、今の新しい基地のですね、新辺野古基地のことになりました。ですからお前は、最初賛成しとったんじゃないかという話がありますけれども、時代背景があって初めて、政策というものもですね、一つ一つ点検がまた始まるわけでありまして、先ほど申し上げました沖縄の経済のですね、可能性、こういったものはもうアジアが沖縄に近づいてきているわけですから、これからの経済の発展というのはすごいのがあります。18年20年前はまだ基地経済に依存をしているというようなもの、あるいは沖縄経済がまだ世界にですね、飛び立っていくには幼い、こういう時の時代の中でですね、考えるものと、それから社会的な背景ですね、冷戦構造が終わってすぐ、あるいは55年体制が終わってすぐというですね、そういったものと今とは話が全然違っております。ですから今回この辺野古を作らさないということはですね、もう普天間基地そのものが私は、米軍基地のですね、使用に耐えられない、もう賞味期限切れになってるんですね。賞味期限切れになってるから新しい辺野古基地を作ってそこに移りたいというものを持ってるわけでありまして、そういうことになりますと、基地新しい辺野古の基地をですね、作らさないということは普天間の固定化につながるよと言ってるわけですけども、私は普天間の固定化につながらないと思っています。ラムズレル長官がですね、こんな世界一危険な基地はないと言って帰っていったんですよ。世界一危険な基地がですね、沖縄にできないからといって、じゃあ使わせてもらおうよということはですね、絶対にありません。これは世界の目が注視しています。自由主義、民主主義というですね、そういった価値観を持って今安倍さんが世界中回ってますけれども、このように一地域でですね、こういったものを押し付けて、いつ基地事故が起こるかもしれないところにですね、日米安保体制を構築するということはですね、これ私は無理だろうと思ってますので、まずは辺野古に基地を作らせないということがですね、これにつながっていくと思ってます。すみません、 NHK の黒川と申します。基地問題は大きな争点だと思いますが、やはり沖縄県知事となると沖縄振興であったり基地以外の政策いろいろあると思います。でその中でやはりこうした政府との対決姿勢というのは基地問題以外ではどのように、対応されていくおつもりでしょうか。お願いします。沖縄の振興ということであります。で、私が 0.6% 74% 多くのですね、これはいくらなんでもあんまりじゃありませんかというのは日本政府に対抗したことなんですかね。これはもうお願いしますよと誠心誠意お願いしているところなんですよね。ですから何も日本政府と私は対立しようという気持ちは全くございません。これを反対をするということが対立ということがありましたら、もう私たち沖縄のですね、主体的な考え方というのは一切言うな、物を言うなということになるわけでありまして、私たちはこの時々の問題に対してですね、いくらなんでも戦争中もあんなに尽くして、戦後もこんなに尽くして、なおかつ 0.6% に 74% も69年経ってもですね、置くということについて異議申し立てをするということがですね、日本政府に対するいわゆる反抗とかですね、そういうものでありましたらね、私たち沖縄はね、一体どういう立場の県なのかというふうに思います。ですからよく言われるんですね、振興策、並行滑走路を作る、あるいは科学技術院大学を作る、官僚が必ずですね、お前たち基地を預かっているから作ってあげようなという話をするんです。私はその時何を言っているかと言いますと、これですか、本州から四国に1兆円、1本1兆円かけて3兆円かけてですね、橋がかかってるんですよね、本州から四国に。あれは四国が何か基地の負担とか原発の負担とかやってるから作ってあげたんですが、九州に2、3年前に整備新幹線ができましたけれども、あれも1兆円近くかかってますけれども、あれも九州が何か負担をしたから作ってあげたんですが、違うでしょうと。四国も九州もそういうものを土台としてですね、四国と九州を発展させて、そして日本国に貢献しなさいと言って橋も新幹線も作ったと思うんですね。
なぜ沖縄だけが帝国滑走路やそういった科学技術院大学院をやる場合に基地預かってるからというようなものを暗に見合わせながらですねやるというものは私は日本の国の在り方としてですねこれはどうかなというふうに思っております。ですから日本政府は協力的にやっていきますしもう 90% ぐらい私は考えで一緒ですから何にも向こうと対立することはですねございません。ですからしっかりと議論を重ねてですね全ての分野において沖縄がむしろ日本にどうやって貢献できるのかな日本を沖縄がこれから経済的にどうやって引っ張っていけるフロントランナーとしてできるのかこういうものを考えながらやっていきたいと思います。琉球新報の透明と申します。